あれがね、全部出しちゃうよね。出ちゃうね、これね。でもまた来てほしいからすぐ借りる。どういうことですか、それ。いや、なんかほら、これやろう、バカやろう、みたいな。なんか、そういうの言ってみたいじゃないですか。え、この野郎バカ野郎みたいなこと言う言いたいんですか。これじゃあもう一回やってごらん、みんなにもう一回やってごらん。もう一回。この野郎バカ野郎返せ、これ。いいですね。いいですね。やめときます、じゃあ。いや、いいですよ。新しいですね。こういう取り立て屋。茶わいいから払っちゃうっていう。そう。はい、そして続いて、闇医者一票。こちら、沢城さんです。はい。なんかね、ヒエラルキーの上にいるのがいいよね。こう、すごい有事の際にはさ、絶対的にこう、揺らがないじゃない。そうだね。あの感じがね。そうだね。いいなと思って。あ、でもいいよね。沢城が闇医者だって。お腹切るよ、みたいな。めっちゃええ声で。俺、その時麻酔いらないっす。俺、麻酔いらないっす。次へ。はい、次行きましょう。あと、左官屋とシルバーデザイナーに1票ずつ。これ、小野さんなんですけど。お前か！あ、はい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 。三つ丸したの？え、ダメかね？え、だってそういう決まりなかったじゃないですか。まあ一つ選んでっていうのはないですけど、うん、確かにそうか。いろんな並んでる中で職人さんがこの3つだったわけですよ。ああ、なるほど。職人になりたい、もうそれだけはできるんだけど他は全然ダメっていう人に憧れますね。今そうですよね、若干。違ったか。いや、いいことだと思う、素敵だと思います。はい。そして最後、家賃経営に1票入ってるんですが、こちらはもちろん神谷さん。はい、そうですね。不労所得が欲しいです。はい、私、不労所得が欲しいです。わかりました。はい。神谷さんは、不労所得。不労所得が、はい、はい。働かなくてもお金が発生する何かについていたいです。わかりました。なるほど。マジで。はい、肝に銘じておきます。目が怖い。怖い、怖い、怖い、怖い。神谷さん、怖い。目がマジ。目が怖いよ。神谷さん、戻ってきて。あ、ごめんね。よかった。はい、続いてのアンケートいきましょう。続いてのアンケートの質問はこちら。池袋最強ならぬ、デュラララ最強は誰？結果の方がこちらとなっております。まあ、その通りだよね。その通りですよ。はい、黒田孝也さん3票、大森監督1票、花澤香菜さん1票、園原杏里1票と。まさかの黒田さんが半数を占めるっていう。その通りだよ。はい、結果になっております。ちなみに黒田さんを選んだのが私、豊永と、花澤さんと、はい、そして小野さん。はい、はい、僕はだって実際体感してますからね。地図をやるにあたってどうすればいいかっていうのを相談した時に、うん、こうだっつって、あの今の沢城ぐらいの距離から、あの瞬きしたらここにいたの。何これ。お前一回死んだっていう。今一回死んだって。それ言ってたね。喧嘩は心が折れたもんが負けるって。はい。そして続いて大森監督1票。こちら、マモちゃん。これなんか真面目に答えちゃいました。だって音響監督を兼ねて、しかもなんだろう、全体の作品のなんだね、全部総監督してるから、そのなんだろう、仕事量って半端ないと本当に思いました。うん。うん、はい。そして続いて、花澤香菜さんに1票。こちら、沢城さん。はい。なんと。理由。もうどうしたって可愛い。真摯にマイクに向かう姿も、あまりに隙のある顔でおにぎりを食べてる時も。お兄ちゃんたちのセクハラまがいのちょっかいをクールにやり過ごしている時も。こう、神谷さんとか大好きだから、かなちゃん。ね、ちょいちょいもうね、檻に触れてちょっかい出すんですけど、それを、はい、あ、はーい。って言ってる時が一番可愛い。上手だよね、その、なんだろう。いや、だってどうしたらいいんですか。そうだよな。そうだよな。はい、続いて、園原杏里に1票。こちら神谷さん。これ違うでしょ、園原杏里じゃないでしょ。神谷さん、園原杏里に1票入ってますけど。そうですね、あまりリアルすぎるんで。ニヤニヤしない。ニヤニヤしないで。まあ、
照れ隠しみたいなもんなんですよね。幸せそうだな。いや本当にね、可愛いんですよね。あ、いや今一人の世界ですこれ、はい、ごめんなさい、理由を読ませてもらっていいですか。小さい子でいろいろするのちょっとすいません、いいですか。理由、アンリに何かを頼まれたら法を犯さないレベルでなら大抵のことは何でも叶える努力をします。そうですね、アンリでしょ。アンリだよね。いやもうなんか法を犯してもいいんじゃない。次の質問行こうかな。なんかこうなると長いからね。うん、危険な、危険な顔を見始めてるので、うん、次の質問行こう。頼みたい。はい、さあというわけで最後の質問はこちら。デュラララの中で一番おすすめしたいシーン、これは結構結果がありますので順番に見ていきましょう。まず最初の結果がこちら、12話、セルティのナレーション。なんでこの絵をチョイスしたの。いいシーンだよ、ここすごいいいシーンだよ。ちなみにこの12話をチョイスしたのは宮野さん。はいはい。少年が少女をほにゃららするまで丸々秒、この演出が大好きだと。デュラララ ならではですよね。そのなんか1話ごとに誰かがこうナレーションというかそれを担当していて、この回が沢城さんがナレーションをなさっていて。なんでニヤニヤしたの。ありがとう。もうね、ずっとこうなんですよ。楽屋でもね、恋人コントをずっとやってるの、二人して。何なんだろう、こいつらってたまに思うんだよね。本当にね、控え室にいても、ねえねえねえ、両思いごっこしようって、なんだそれって。しようなんて言ってないよね。自然に始まるんだよね。自然にね、お互いちょっと暇だなって思った。暇だなって時に、お前その今日髪型かわいいな、つって。髪型だけ？え？言ってくれなきゃ分かんないんだからね。全部かわいいよ。